にちは。こんにちは。山本さんですか。はい。あ、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は生後4ヶ月で保護されたんですけど、父と母がネグレクトっていう形で育児放棄で、あと1時間か2時間遅かったら死んでしまったかもっていうところで保護してもらってっていうのがきっかけです。はい、皆さんこんにちは。レスキューハウスの時間です。まず児童養護施設で全国に何箇所あるか知ってる？いや、パッて正直出てこないです。約600箇所ぐらいあるって言われてるんだな。ほうほうほう。で、そのうち児童養護施設に入るにはご家庭から何かしらの原因、例えば虐待を受けたとか、親がいない状況であったりとか、そういった子どもたちとかがそういう施設に入るっていうのが児童養護施設。うん、なるほど。それをまず覚えておいてください。はい、はい、確かに児童養護施設に入ってる方でどういう葛藤があって、うん、それをどう乗り越えて今に至るのかっていうのは、うん、すごい助かる命っていうのはあるのかなっていうのを感じるの で、ね、お聞きしていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、私は結構もう物心ついた頃には児童養護施設にいたので、はい、結構そんなに気にしたことがなくて、確かに幼稚園だったり小学校だったりそういう場所で、私は親じゃなく先生って、あの児童養護施設の職員さんを呼んでたんですけど、その先生のことが大好きだったので、別にそこに親が来ないっていうのに違和感がなかったのと、あと実は私の場合は父の方は児童養護施設に面会にたまに来てくださってたので、そういう授業参観運動会とかは父も見に来てたので、なんか親がいないっていう感覚はそんなになかったんですけど、母親に関しては全く会ったことがなかったです。あ、なるほど、はい、これ意外じゃない？児童養護施設に入ってる方って、うん、親と連絡を取ってないのかっていうと、うん、7割以上の方が実際に何かしらの形で親とつながれる機会があるっていうの。俺もそれは救急事案で行った人に聞いたことがあって、へ、確かになんか切り離されてる印象が勝手にあるというか、うん、養護施設と親とで。けどそんなもう絶縁状態かってなると、そうじゃない方々が多いよっていうの。おー、それ初めて知りましたね。私はどちらかというと施設を卒園して18歳から22歳ぐらいの頃がやっぱりこう自分の家だと思ってて、家族だと思ってた場所を出なければならないっていうのは分かっていたんですけど、どうしても心が追いつかなくて、こう裏切られたっていう思いだったり、捨てられたじゃないかって思ってしまったりとか、こう見えない心のつながりが信じられなくて痛くなりましたね。あ、なるほど。私の周りには幸運にもいないんですけど、やっぱり私は居場所事業みたいな形で全国450人の子と関わっている中では、いつかそういう子が現れるかもしれないっていうのは覚悟しているのと、やっぱりみんな OD って呼ばれるものだったり、自傷行為リストカットだったりとか、常にこう痛いっていう連絡が毎日来たりとか、そういうのはあるので、なんかがみんなにとって身近にあるなっていうのは常に。施設の先生は私にとってはすごい母親のような、本当の家族のように思っています。で、一緒に育った仲間ももちろんお姉ちゃんって呼んだり、妹、弟って呼んだりとか、なんか自分は大家族の中で育ったっていうようなイメージでいるし、本当に今の自分のなんか生きる力っていうのは児童養護施設で得たその愛された経験と仲間たちがいるっていう心強さだなと思います。なるほどな、すごい。基本的に児童養護施設はそういう施設なんですか？結構ですね、児童養護施設の場所によって、なんか今日本が推進しているのが家庭的養護っていう、私は一軒家に子ども6人に大人3人がローテーションっていう一番最善の形で
本当にもう20年前とかになるんですけど、入所した当初はその当初がそれが実現していて、で今どんどん児童養護施設全部そうしていこうよだったり里親推進っていうのはどんどん私が育ったような施設をまさに目指している、子どものことを考えてくれてるっていう形になってます。なるほど、初めて知りましたそれは、うん、ということで今回は俺自身も初めて児童養護施設で幼少期から育った話っていうのをお聞きしました、うん、皆さんにとっても児童養護施設でどういうことが起こってるのかっていうのを少しでも知ってもらえたかなと思いますので、児童養護施設の方が行ったとしても自分の心の拠り所として勇気を持って発言された時はそれに対して受け入れてほしいなと思いますので、そういう方が増えれば助かる命も増えるかなと思います。なるほど、助かる命を助けるために。あなたの熱い思いを合格へ導くのが砦です。私たちはその熱い思いを形にするために全力でサポートします。